らない職務のトップ業界の垣根なしに話し合ってですね、高め合ってはいきたいなと、そうですよね、僕ははい、どうもこんにちは、ファミリーマンチャンネルの山本です。今日は札幌に来てます。札幌の湘南美容の徳永先生に会いに来ました。よろしくお願いします。よろしくお願いします。湘南 AGA クリニックの徳永と申します。よろしくお願いします。徳永先生は植毛のドクターでいらっしゃいます。で、僕が令和の虎に出て植毛のクリニック作りたいですで動画で喋ったら、徳永先生が Twitter の方で反応してくださって、どうも見てくださってありがとうございます。いや、もう前々から結構興味はあって、この植毛、海外の植毛とかの分野には興味があって、まあ、言うなら一番ある意味メディア露出がハゲリーマンさん多いので、それでこう動画ちょくちょく X で上げた文面以外も意外とちゃんと見ます。嬉しいです。多分他の日本で植毛のドクターとして活躍されてる方からすると、目の上に観光みたいな感じでなんかムカつく対象かなと思ってたんですけど、あの心よくあの受け入れてくださって嬉しいです。ありがとうございます。いやいや、全然そんなことないです。友達は結構若いですよね。僕31歳なんですけど、年齢近いです。いや、僕今年で35になります。あ、35ですか。同世代ですね。大体同じぐらい、はい、日本だと植毛ドクターが結構年配の方が多いじゃないですか。有名な先生、そうですね、はい、で有名な先生が多分もうしばらくしたらご引退されると思うので、うん、植毛ドクターの第二世代が始まるかなと思って、はい、30半ばだと第二世代の中心の世代ぐらいかなと思ってて、まあ、そう言っていただけると、はい、めちゃくちゃありがたいですけど、はい、次世代の日本の植毛界を引っ張ってくださる方なので、僕としてはぜひ仲良くなりたいなと思って、はいはい、北海道も来ました。いや、もうぜひぜひ。はい。原田先生は植毛とか髪の毛系のドクターになるまでは、どういう経緯でこちらの分野に来たんですか？もともと佐賀大学出身で、うん、そこから、まあ、研修医時代経て、福岡大学の麻酔科に勤めて、そこから湘南 AGA クリニックっていうところに勤めたんですけれども、もともと最初に髪の毛の治療薬はもう学生の時から飲んでいた。ああ、そうなんですか。ことはあって関心はあったんですけれども、うん、じゃあこの業界になんで乗り込んだのかっていうと、もう本当にいろいろな生活とかとの折り合いであったりとか、自分のやりたいこととかの折り合いとかを鑑みて入ってみた。うんうん、ただ実際に勤めてみたら、やっぱり薬の変化だけでも、うんうん、自分が飲んでる薬を他の人にが飲んだ時の変化とか言うと、うおーすげーということであったりとか、うんうん、まあ、実際に植毛手術も、うんうん、こんな植えるだけで生えるもんなのって半信半疑で見てたんですけど、やっぱりその奥深さであったりとかは笠井先生から教えられて、すごい興味がどんどん湧いてきてっていう、後からなので植毛手術に関してはどんどんのめり込んでいってる形ですね。笠井先生がお師匠様みたいな感じですかね。そうですね、はい、最初教えてくださいって言う時は、最初のコミュニケーションどんな感じですか？なんかお前の教えてやろうみたいな感じだったら、ぜひ学びたいならどうぞみたいな感じだったのか。どちらかというと、もう笠井先生自身が自分の植毛手術っていうものに自信を持っている方なので、教えたいっていうスタンスではなかったんですけれども、まあ、僕がもう休み関係なくずっと手術にこう顔を出して、そうなってるんです、手術に入れてください入れてくださいみたいな形でずっと手術に入ってたんで、それを見て次第になんか教えてくれたりとか、まあ、この麻酔の部分はもう全て徳永君にお任せするであったりとか、まあ、そういったようなこうコミュニケーションが徐々に増えてきてっていう形ですね。今は本当に仲良くさせてもらってる形で、師匠っていうよりかは本当にお互い同じ立場として見て語り合ってくれる先生ですね。あ、すごくいいですね。なんか植毛とかって地味じゃないですか。先ほどの例えば二重整形とかだったら多分数十分とかで終わっちゃうと思うんですけど、植毛って何時間もかかるんですよね。植毛ドクターとしてやるのは非常に体力も精神力も使うかなと思ったんですけど、なぜこの湘南さんのいろんな性質がある中で植毛をやろうみたいななったんですか？もともとそういった細かな作業が好きっていう。ああ、そうなんですか。はい、うん、ありましたしっていうところで、そっちに傾いたっていう。植毛って1年ぐらいかかるじゃないですか、はい、それまでに、うん、1年ぐらい終わった人が徳永先生に会えてきたよとか、はい、会いに来るとか結構あります？ほとんどの人がやっぱり会いに来て満足度を伝えてくれたりであったりとか、まあ、やっぱり植毛手術の難しいところでも、こっちが会心の出来だと思っていても、なかなかうまく定着しないパターンとかもやっぱりあったりもしますので、そういった時に、まあ、訪れて、もうちょっとこれはなんとかならないものなのかとかっていう相談を受けたりっていうところはあるのでですね、まあ、そこがこう難しくもあり面白くもあるっていう
イメージですね。さっき会心の出来だっていうワードがあったんですけど、この植毛に関わる中でどのタイミングに一番嬉しいなとかやりがいあるなって感じます？やりがいはもちろん手術の出来が良くて、もう喜んでくださる時ですね。で、僕自身が反省点があるなと思うこともたくさんあるんですけれども、まあ、実際にその手術を受けた人にとっては僕の反省点なんてどうでもよくて、やっぱりいい出来であればかなり嬉しい表情をしてくれますし、やっぱり自分がちょっともうちょっとここはなんとかって思ったら、そういった今後の改善意欲であったりとかを出してくれるコミュニケーションをこう随時取っていくことにやりがいも感じるし、嬉しさも覚えるっていう、当然嬉しい表情をしてくれたら嬉しいですし、経過を見ていて悩みが生じていた時とかに僕を頼ってくれてるっていうこと自体がやっぱり嬉しいです。いろんな選択肢、いろんな先生がいるですね、この最初にフラッと薄毛の相談に来ましたっていう方がいたら、最初はどんなコミュニケーションをします？いきなり植毛ってことはないと思うんですが、こういう選択肢の薬ってものもあって、頭に注射もあって植毛もあってみたいな、あなただったら最初は注射かな、あなただったらもう植毛だねみたいな感じで、ホームページで拝見したら、はい、徳永先生がカメラみたいなやつでスポットとかで密にコミュニケーションをしてるんだろうなってところが伝わってくるんですよ、はい、なので薄毛の人がフラッと来た時に、はい、どういうコミュニケーションの仕方とかいつもこだわってますかね？治療薬、注入治療であったりは、ざっくり言うと応援する治療、弱ってる髪の毛に何とか頑張ってねってポテンシャルを応援する治療で、植毛手術は、まあ、ない部分、もう正直元気な髪の毛、ガシッとした髪の毛の成長力は無理だよっていう部分に後ろの髪の毛を移動させるという手術なので、まあ、色分けとしてはやっぱり応援しても、もう正直これはあなたの理想には難しいよっていう部分に関してはもうきっぱりここは植毛手術の領域だよって言っちゃいます。で、逆に、まあ、これは応援してもなんとかあなたの理想のその求める願望であれば、ここで片付くことは全然ありますよっていうことであれば、応援する治療をまず最優先でっていうような形でお勧めしますね。最初は植毛が良さそうですって言われた方だと、反応としてはどんな感じですか？手術みたいな感じだった？海外はどうなのか分かんないんですけど、日本はもうやっぱりここはもう植毛手術の領域ですよっていうと、いるっていうなので、やっぱり話を聞いてフィナステリドだけで始める方とか、ミノキシジルもやってみる方とか、注入治療もやってみる方とかもいらっしゃるんですけれども、やっぱり最初にもう色分けして変に期待を持たせないようにはしているので、もうここはやっぱり難しいですよって、まあ、いろんな治療をとりあえずやってみました、でもやっぱり先生の言う通り、ここってやっぱ難しいんですね、っていうパターンの人がやっぱり多いかなっていうところですね。やっぱ職もあって心理ハードルかなり高そうだから。高いですね、手術っていう文字が入るので、その時点でもう、はい、ムムってなった人はしばらく家に戻って2週間ぐらいしたらまたやっぱお願いしますみたいな感じなのか、ムムってなってよしじゃあお願いしますって感じなのか、どういう感じが多いですかね？いや、もうほとんど念を通して寝かせる人が多いですね。もう手術をしなきゃ難しいんだって思うと、それはいいですってきっぱり頭の中でも別にしちゃう方もいれば、やっぱりどうにかしたいと思っても、まあ、金額的な面とかであったりとかでも難しいってなる方もありますし、まあ、そこは本当にどうその後いらっしゃるかっていうところは、もうコンプレックスの深さが一番影響するのかなと。本人がやっぱりもう何が何でも何とかしたい気持ちがある人がやっぱり戻ってくるっていうイメージですね。植毛ってことを知ってる方は何パーセントぐらいですかね？そもそも知ってますね、植毛っていうもの。いや、ほぼいないです。あ、なるほど。知っていてもイメージと違う人がほとんどですね。そのプラスチックの毛を刺すんだろうみたいな。そうですね。なるほど。もうないところに用意されたものをただ植えるんですね。しかも手術後からすぐに仕上がり状態ですね。なるほど、まだそんな感覚なんですね。僕の YouTube 見てる人とか LINE で登録してくる人は、僕の動画を一通り見てから相談してくるので、大体職務ともなんか分かるんですけど、そういう動画を見ずフラッとクリニックに訪れる方っていうのはどんな感覚をお持ちかなと思ったら、やっぱりほとんど職務を知らない感じなんですね。ほぼ知らないし、まあ、検討していても接種してる情報が少ないので、もう予想と全然違うっていう人がもうほぼほぼかなと思います。なるほど。
じゃあもうバシバシ徳永先生をメディアに出し職務を発信しみたいな僕の職務かなり大好きなサービスなんで、うん、もっと職務を皆さんに知ってほしいし、うん、で職務ドクターとして活躍する人ももっと日本で増えてほしいと思ってるんで、うん、ぜひ第2世代のリーダーとして頑張ってリーダーは楽しいですねいや本当に有名な先生方 SNS で見るとたくさんいらっしゃるので、うん、もうその第2世代って言われるような先生たちは結構登場を SNS でしてきてるのかなっていうのはあるので、うんうんまあ、そういった先生たちと業界の垣根なしに、うんうんあの話し合ってですね、高め合ってはいきたいなと、うん、そうですね、僕も垣根とは関係なく日本の職務を関わる人たちがみんなでお互い何らかの形で協力し合いながらもっと職務の文化が広まってほしいなと思っているので、うん、今後ともぜひあの何らかの関わりで協力させていただければと思います。いやぜひぜひもうよろしくお願いします。はいはい、職務ツアーといえば薄毛の窓口、詳しくは概要欄から。あとはオンラインとかでクリニックを訪れることが難しい人は、うん、オンライン上での診察っていうことも可能ではありますので、うんまあ、そういったそのアイメットっていうツールとか利用してもらえたらありがたいな、うんうん、あオンラインで利用通話するアプリみたいな、はいうん、で特にその診察料とかも無料ですので。あそうですか、はい、あぜひですね情報収集だけっていう横島な人であっても全然いやいやとりあえず話すまあでもやっぱりきっかけがそれって僕は十分だと思うので、うんうんうん、もう話を聞くだけであのその人の道が開ければもう良いと思いますし、うんうんまあ、僕も診察はかなり丁寧に行う方だと思うんで、うんうんまあ、診察聞くだけで多分ある程度この選別もできると思うんで、うんうん、他のクリニックさんのドクターと話してみた時の感触であったりとかと、うんうん、あ全く違うなっていうところをですね、うんうん、そこの温かみっていうのは、うんうんまあ、ぜひそのセカンドオピニオンでももう話聞きに来ただけです、うんうん、オンライン診療だけでとりあえず話したいです、うん、でも全然問題ないです。いいですね、セカンドみんなのセカンドオピニオンみたいな感じでいいですね、はい、職務がみんなのセカンドオピニオンでいいかもしれないですね。そうですね、もうその分にはもう全く僕にとって、うん、あの損することなんて全くないので、うんうん、もうぜひ相談機関としてうまく利用してもらえたらな。相談するときは何曜日とか何時間とかちょうどいい時間帯とか何かあります？予約が入る時間であれば、うん、手術の相談は少なくとも僕の話聞くだけであっても30分ぐらいは取っといた方がいいかなと思います。逆に30分も話してもらえるんですからいいですね。手術に関してはやっぱり齟齬を生みたくないので、うんうん、このデメリットは何にも伝わってないであったりとか、うんうんまあ、メリットすらもうまく伝えられないっていうことがないようになるべく大枠、うん、ある程度凝縮させた形で説明できたらと思って、遠隔で自宅にいながらドクターの時間を30分ぐらい共有させていただけるって思ったですね。なかなかないですやっぱりめちゃくちゃ悲しいな。いいな、はい、この最後に徳永先生の職務分野に関わる野望みたいなものだったら教えてください。俺はこれで天下取ったるみたいな感じで目の前の目標は常にもう僕に身を預けてくれる人に最良の手術をもうして残していきたいというところと、職務ってチームなので、まあ、湘南でいろんなナースさんとか受付さんと関わるんですけれども、全国に行ってもどこに行っても困らないような先生が一番だよっていうふうに、まず湘南の中で僕が認められるという人間力を身につけたいなっていうところですね。野望っていうところはないんですけどまあでも今、はい、湘南のグループの中で職務のトップっていう野望が、いやまあ、はい、おこがましいですそういらっしゃると思います応援しますので、ぜひ本日コラボした徳永先生の X アカウントを概要欄に載っけておくので、ぜひ DM でバシバシ相談しちゃってください。長文で、いや日頃から本当にいろんなケアやってるんだけどなかなか髪の毛生えなくてっていう相談から、実際職務をやりたいんですけど予約はいつ頃からできますかとか、そういう具体的な相談まで何でもいいので X の方で聞いてください。であと徳永先生の登場する YouTube のチャンネルも概要欄に貼っておくので、ぜひ見てください。それではまた次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。次は1年で治る薄毛対策、いろんな方法があるんですけど、植毛で薄毛をなんとかしたい方は僕に LINE の方で連絡をお願いします。 LINE は概要欄に載ってます。こちらです。